どうもジュリアスです。アフリカ2日目ベースキャンプから開始です。今回は何するのかな。おはようアンナ。私はまだ作業があるから今日もここに残るわ。調査の方はお願いね。任せろ。なんかメール届いてないかな。お、届いてる。You got the mail。 お、めっちゃ来た。千差万用の縞模様、そういうことか。サバンナシマウマの写真ですが、さらに詳細な写真をお願いできますか。サバンナシマウマの顔の模様を調べたい。顔を正面から撮った写真を送ってください。すぐに必要というわけではないので、ジュリアスの手が空いてるときにお願いします。顔の正面ね、なんかあったかな。これ結構かな。ちょっと正面じゃないか。よし、撮り直しやな。顔の正面。写真の追加リクエスト。マサイキリの写真、なかなか良い写真でしたよ。おーい、本部でもちょっとした評判です。あの写真を飲料水メーカーの担当者に見せたら、キリンが水を飲んでる写真も見てみたいというリクエストがありました。写真の追加の写真お願いできますか。 OK、 これで今ミッションがやな。お、トムソンガゼルの群れ。トムソンガゼルという動物をご存知ですか。彼らは見通しの良い草原を好み、十数頭かなる群れで生活します。ドゥーマ草原のトムソンガゼルの習性を調べるため、群れの様子を撮影してくれませんか。 OK、 群れの写真か。難しそうやな。とりあえず、まあ、何でも動物を撮ったら一旦これに返して、その後に調査詳細が来るってことかやな。よし、 OK、 次はトムソンガゼルの群れの撮影を。群れというからにはガゼルがたくさん映ってないとダメでしょうね。了解。じゃあ行ってくる。ジャンボ、今回はトムソンガゼルの写真ですか。アンブレラツリーに向かいましょう。あの辺にはガゼルの群れがいるはずです。さあ後ろに乗ってください。それじゃあ出発。今回は朝焼けかな、これ。私が運転している時に車を止めたかったら、あ、L2 で知らせてください。県なんで車が止まるまでは降りられません。車を発進させたい時は R2。 止まってくれんねんな。話しかけたくなった時は丸ボタン。縦向きで撮る時は手ぶれに気をつけてね。大丈夫ですから。大丈夫ですね。いいな、朝からこう見てください。ヒポプールにカバが来てますね。絶好のシャッターチャンスですね。もうカバは危険な動物です。近づく時には十分注意してください。よし、一回降りよう。カバは危険やからな。草原からアタックや。我がゴーストの力を見せてやる。ん、バレた。めっちゃ警戒してるぞ。めちゃめちゃ警戒してるぞ。では一旦下がろう。
このカバーも水飲んでるところ取りたいな。よし、何も見えん。もう少し前。もう少し前やな。お、完璧。うわ、くう。うわ、シャッターチャンスを逃した。お、気づかれた。やばい。くあぶねえ。危ない危ない。近づきすぎは良くないな。お、この鳥ちゃん来るか。うわ、上があんま見れない。葉っぱが邪魔やねんな。うん、またバレた。さすがに気づかれんな。身の危険迫ってる。こっち側からにしようか。逆光ダメダメ。逆光はダメや。遅っ、シャッター。なかなかゆっくりさんなシャッターや。お、来た来た。うん。鳥はどっか行ったか。水飲んでるところが取れないな、どうしても。よし、逆光作戦や。まだまだ遠いな。よし。よし、そうや。ミッションはトムソンガゼルの群れや。今はカバじゃないんだ。カバに襲われたらひとたまりもありません。迂回して進みましょう。了解。東のエリアへ。お、なんかいるぞ。ちょっと止まってくれ。あれはトピ。トピな。わからん生物がいっぱいや。発進。どんどん後で写真に収めていこう。おお、逃げ惑ってるぞ。いいね、草原。なんかモンゴルの草原やと、もうバイクでぶっ飛ばしたことあんねんけど。生物はまあほとんどいない。いるとすればまあ家畜に近いけど、遊牧民の馬と羊、ヤギ、まあ犬、
と何だっけな、牛持ったな、そのくらいかな、いたのモンゴルの霊言を。アンブレラツリーの近くまで来ました。ここ着いたか、ありがとう。よっしゃ降りるぜ。あれやな、大群を取りたいか。この木やな、アンブレラツリー。これなんや、このアリ塚みたいな。なんか登れたりせんかったっけな。気のせいか。おお、警戒心強。なかなか警戒心強い。これ写真撮るのはもう釣りと一緒やな。餌を放って待つしかないっていうか、気配を消さなかった。向こうもアンブレラツリーなんかな。これ登れたりするんじゃね、ひょっとして。じゃあまあでも登るボタンってのがねえか。2匹じゃな、遠い。ちょっと試みようか。うん、バレた。お、来るか、ひょっとして来てくれるのか。おお、これもまあまあいいな。自然と一緒に。難しいな、ちょっと。うわ、くそ、はえ。ちょっとタイミング、シャッターを下ろすタイミングが難しいな。近くまで引きつけたいけど、近くに引きつけると逃げられちゃうという。実際はね、やっぱ野生動物なんでね、ここも自然保護区やから、飼育されてない動物はやっぱこういうことなんやな。もう遠く行かないで。違う、今日はトムソンガゼルの群れを撮影なんだ。群れ群れ、俺が追っ払ってもうたんか。これはモンゴル的に言うと囲い込み作戦、犬と左右から追い込むっていうね、技を使って、まあ毎回家畜たちを自分のゲルの近くに戻さないと逃げられちゃうから、毎日戻すっていう作業をやるんですけど、それを馬に乗ってやるか、バイクに乗ってやるか、まあはたまた走ってやるかっていういろんな戦法があるんだけど、毎日やってたな、それを。ということで、左からちょっと右に、お、なんかいるぞ。あ、じゃあ何やったっけな、なんとかっつってたな。遠い遠い。おう、一枚いっとこ。もうちょい来てくれ。おお、逃げられた。あ、双眼鏡の倍率はいいね。おお、後ろ足の色とかが違うんか。足だけ黒色
個体差とかあんのかな、これ。あんま今んとこないんか。中にはあったような気がするな。ところでトムソンガゼルはどこへ。今はここやから、ああもうちょい追い込まなければ。で全然おらへん逃がしてもうたか。1匹だけですね。向こうに2匹か。なかなか難しいな。おお、キリン。キリンと鳥。何か分からんけど鳥がおるな。お、向こうにでかいオアシスあるやん。山も行けんのかなこれ。キリン、お、こっちの方角やな。よし、これでも早いな。ちょっとなっさなっさ。ん、うん、バレてないな。ただもう気づかれた。俺は木や、木やと思うんや。4匹、群れ。まあ4匹持ったら群れと呼んでいいんちゃうか。ん、気づくね。ちょっと向こうがな、ちょっと高い位置におるからな、あかんな。あれをもうちょっと奥にやって、よしよし、いいぞいいぞ。みんな集まるんや。追い込みや。足音が聞こえるな向こうの。わあ、走っていった。3匹、あいつも行くんや。追い込みやで。群れっちゃ群れやけど、まあ1枚取ってみようか。ちょっと遠いな、技術点が低いはずや、これやったら。ああ、お、これで、うわー離れてる。4匹が右から行こう。お、右の2匹もおるやん。ちょっと追い込もう。あっちの方角に追いやればいいんやな。わあ、イメージと違う方向に逃げた。お、いいよいいよよ。これで5匹が集まったはずや。めちゃめちゃ逃げたな。ちょっと遠いよ。バレるバレる。
しゃがんでるから見えへんのか。うわー、バレちゃった。難しいぞ。ガゼルの俺難しいな。すごい体勢になってるけど。遠くに行かないって言われた。ちょっと追い込み失敗やな。こんな難しかったっけな。いや、一発目に集まってる時にパッと透明でまず取ってしまわなあかんな。何回も取れるわけやから。こっちにおらんのか。おお、葉っぱも動いてるね。動物がまだ少ないな。換気なんかな、そういう意味で言うと。2匹。これまた2匹。やっぱ奥の方を左から取るしかないか。海外旅行とかしてても、まあ、カメラをいっぱい持ってくる人はいるけど、実際に望遠レンズとかを使うっていうとなるとかなり機会が少なくて、こういうふうに動物を、まあ、サファリとかで見るのか、コンサートじゃない、サッカーとか、まあ、スタジアムの観戦、そういった時ぐらいしか望遠レンズをまあ使う機会がない。だいたい標準レンズか、まあ結構今やと広角レンズばっかり、まあ広角レンズが一番旅行では使いやすいというか、近くで撮れるんで。なんで望遠はこういう時に使いましょうっていうのはやっぱサバンナですね。アフリカに行く方は望遠レンズを。お、4匹、群れじゃん、群れじゃん、君たち群れじゃん、ユウたち。よし、ちょっと逃げられる前に一回押さえとこう。ほいだと、いやー、やってもだ。足音めっちゃする。もうバレた。警戒しすぎや。やっぱアフリカやとあれかな、自分の匂いでもバレるんかな。逆に風呂入らんかったら野生の獣の匂いがして同化したりして。モンゴルの草原に行った時も5泊ぐらい草原にして、まあ寒かったんで実際に風呂入る必要はあんまなかったじゃなかったけど、やっぱ5日間風呂入らないでいると
もう犬に舐められまくりっていうか、匂いが獣臭するんやろうなっていう感じ。ちょっと待ってよ、ピントが合ってんのか。もうちょっとこっち向いてほしいな。もうちょい前行けるか。これが限界やな。これで近づいてくれるのを待つしか。くう、日陰か、ちょっとな。めちゃめちゃ尻尾振ってるな。すごい足音する。おお、鳥さん。なかなかいい。何かは分からんか、こんな遠くだったら。奥に逃げられた。よし、木の陰まで行こう。何匹から言うんやろうな。俺の中で群れは4匹や。めっちゃ見られてる。警戒されてる。これ左上から取りたいな。全部これやとしな、お尻やもんな。こっちに回りましょう。警戒されないようにゆっくりゆっくり。やべ、走った音がしたな。うわー、逃げられた。近すぎたか。遠いよ。バレた。ちょっとまあ群れは OK やとしても真横から一発取りたいな。うん、ズームはこれが限界か。そしてこの草むらに隠れるというアイデアがあるんじゃないか。これも完全に同化したでしょう。このぐらいの倍率だったら楽しいな、カメラ。これ一応ね、まあ、プレステと一緒でソニーが出してるから、ソニーのカメラを使うことになるんでね。写真の楽しさも知ってもらえればっていう作品。3匹は群れなのか。3匹から群れか。やっぱあのジャンボツリーの近くにおんねんな。あ、これもジャンボツリーか。これがジャンボツリーかもしれない。遠いよー。
もうちょっと空多めでいこうか。写真が今11枚しかないです。遠いな。こっちにおらんかったっけな。あっちにも茂みがあるな。あそこから行こうか。警戒しすぎや。この茂みを使ってアタックや。そろりそろりそろり、めっちゃ見られてる。うわ、もう茂み近いね。あんな近く寄られへんか。うん、バレた。早いぜ気づくの。足音がでかいよ。く、見られてる見られてる。こうは気づいてないな。やべ、近寄ってきた。これも4匹っちゃ4匹か。こんな見られてたらいけないぞ。よし、向こう向いた。今のうちや。うー、バレた。もう一歩か。これここまで出たら隠れてないんじゃねえせやな。こういう感じで横から撮りたいな。おお、ジェームス暇そうにしてるな。そうか、あのアリ塚みたいな横から迫るっていうのもありないな。おお、毛づくろいしとる。何も見えん、こっからじゃん。孤独。ちょっと画角を変えると孤独に映っちゃう。あ、もう夕方になってきたやん。
逆に警戒さした方がこっちを見てくれるんか。よし、今日の撮影はこんなもんやな。遠いっすね。イエス、戻ろう。もう夕方や。おお、西日もいいね。夕焼けの中撮影っていうのもいいんじゃない？ちょっと待ってよ、あれは何？橋？車の上走ってる中から撮ると思ったらシャッタースピードを上げないといけない、カメラでも。そうするとあ、ブレやすくなるのかな。あ、シャッタースピード上げたらブレへんか。ありがとうジェームス。サファリはどうでした？見たことない動物に出会ったら何はなくとも写真を 撮りましょうね。いいアドバイスありがとう。はい、アンナ。トムソンガゼルの群れ。よし、ちょっと4匹でよし取り込みます。よし、群れを一回送ってみよう。4匹やろう。ちょっと待てよ。これも4匹やな。いいんじゃないの？クリア。アングル良くない。テクニックはいい。ディスタンスは場所かな？方向かな？ターゲットはまあまあ、ターゲット。アングルがちょっと良くないですね。ランク C。何回もできへんのか。写真の追加リクエスト。あ、そっか、キリンの水飲み言うとったな。縞模様なサバンナの。ジャンボの実のフィールドガイド。動物のデータベース、動物に新しい、ああ、そうか、新しい動物を報告するとその動物の情報が追加される。
早速見てみよう。フィールドガイド、これか。トムソンガゼル。おお、辞書やなこれ。辞書っていうか 3D ビュー。あ、オスメス全然違いが分からん。シマウマ200キロ以上あるのか。ガゼル、ああ12キロから75キロ。時速64キロ。すごっ。ちょっといらん写真を消さなかんねな。この表情悪いやつ消そうか。消していいかわかんない。お、ブレてる。これもブレてる。遠いな。縦取り。おお。これ完全にブレてるな。手ブレ。手ブレというピントが合ってないんか。お、そういうことか。ピントが合ってないんだ。ピントに次から注意しよう。ショッピングはまだまだやな。カメラはまだこれしかないもんな。調査日記2日目はまだか。じゃあベッドに寝よう。はい、ということで今回はここまで。2日目、調査2日目、3日目またやっていきたいと思いますので次回お楽しみにお待ちください。それではまた。